鈴木康友は奈良県五条市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ、野球解説者、天理高等学校では春夏の甲子園に4度出場。1年生の1975年夏の甲子園には控え内野手として出場。準々決勝に進出するが新居浜賞に敗れる。2年上のチームメイトに井口昭弘中堅手がいた。 強打の大型遊撃手として知られ、2年生で4番打者となる。同期の吹け正明を主戦投手とした1976年の春の選抜では、2回戦で福井校に敗れ、同年夏の甲子園では3回戦で、石川清涼に敗退。1977年、3年生時の春の選抜では、作新学院選で放った中越えの大本類だが、 球回関係者の注目を集めた。この大会は準々決勝に進出するが、エース山岡幸彦を要する中村高に敗退した。同年夏は、県予選準々決勝で、中学時代の同級生、智弁学園の山口哲次に完封され、甲子園出場はならなかった。1977年のドラフト会議では、当初大学進学の意志が強いと言われていたため、 各球団とも上位での指名は見送ったが、5位で、読売ジャイアンツが指名した。高卒5位指名ながら、当時の長島監督が獲得に自ら出馬して、自宅まで出向いて口説き落とすなど、大いに注目され、入団時には、異例の一桁の背番号5が与えられた。当時、巨人の遊撃手のポジションには、河野和正が君臨しており、わずか1年で、 これまで、背番号29だった甲の2号を奪われ、二軍暮らしが続いた。なおチームでの初顔合わせで、長島監督に挨拶に行った際、おお、調子はどうだ信義と勘違いされたエピソードが残されている。3年目の1980年に一軍初出場を、果たし、遊撃手として6試合に先発出場。 その後も、内野のユーティリティプレイヤーとして徐々に出場機会を増やし、1984年には、遊劇手、二類種として31試合に先発。しかし同年オフ、河野純季とのトレードで西武ライオンズに移籍。ここでは出番に恵まれず、1986年開幕直前に、市村時としとのトレードで中日ドラゴンズに移籍する。 剣目下対岸後の三塁手の穴埋めに悩んだ中日は遊劇手の宇野勝を三塁にコンバートしその光景に鈴木を当てた同年は開幕から主に二番打者に起用され113試合に出場し初めて規定打席に到達打率234ながら11本塁打を放ちセリーグ最多の35技打を記録して遊劇手のレギュラーに定着した しかし翌年に移籍してきた、落合博光が三塁手に入り、宇野が遊撃手に戻ったため、ポジションを失い準レギュラーに転落。1989年10月13日の横浜対応ホエールズ戦では、松本豊か,からサヨナラ犠牲フライを放っている。1990年途中、北村テル文との交換トレードで西部に復帰した。1988年、 5歳年下の客室乗務員の女性と結婚2人の子供に恵まれている。復帰後は主に終盤の守備固めでチームを支える。1991年の広島東洋カープとの日本シリーズでは代打として3試合に出場。大手をかけられた状態での第6戦では6回に川口和久から決勝に点滴時打を放ち、 逆転日本一を果たす原動力となった。1992年限りで、現役引退。1993年から2000年まで、西部一軍守備、総類コーチ、一類ベースコーチとして三類、ベースコーチの伊原春樹とのコンビを務めた。2002年から2003年、監督に就任した、原辰則に壊れ、巨人一軍守備、総類コーチ、三類ベースコーチ。 2004年、伊原の監督就任により、オリックスブルーウェーブで一軍守備、総類コーチ、一類ベースコーチを務め、再び、伊原とコンビを組んだ。2005年から2006年は、CSK テレビの野球解説者と、日刊スポーツ野球評論家をしながら、茨城ゴールデンゴールズでコーチをしていた。2007年から2009年は、BC リーグ、富山サンダーバーズの監督を務めた。 2008年にはリーグ優勝を達成している。同年のグランドチャンピオンシップでは香川オリーブガイナーズに敗退した。2010年より9年ぶりに埼玉西武ライオンズの2軍守備、ソウルイコーチに復帰。2011年は1軍内野守備、ソウルイコーチを務めた。2012年からは東北楽天ゴールデンイーグルスの1軍内野守備、ソウルイコーチを務める。 2013年からは退団した元西敦広に代わって三類ベースコーチを担当することになった。2014年10月14日に来期の契約を結ばないことが発表された。2014年11月8日、福岡ソフトバンクホークスの二軍内野守備、総類コーチに就任することが発表された。2015年11月3日に三軍。 内野守備総類コーチに就任することが発表された。2016年10月4日退団2017年1月24日に四国アイランドリーグプラス徳島インディーゴソックスの野手コーチに就任することが発表された。2017年のシーズンに徳島はリーグ優勝とグランドチャンピオンシップ優勝を達成している。同年11月18日に契約満了で退団 この2017年夏頃から体調を崩して、闘病生活に入り、2018年2月に骨髄異形成症候群で最大血移植を受けた。2018年10月19日に長男が、かつて所属していた立教ニ座ザ高等学校野球部の非常勤コーチに就任した。2019年からは、J スポーツの野球解説者に13年ぶりに復帰する。 同時に東京スポーツの野球評論家として活動する。2021年4月11日、東京2020オリンピック聖火リレーにおける、奈良県内の第一走者を務め、故郷の五条市を走った。ありがとうございます。